からレゴで作った温泉の説明をします。まずは温泉の行き方です。まず車で来たら入っていって鍵をもらいます。そしてロッカーで鍵を開けて着替えをします。そしたら温泉の方に行ってシャワーを浴びてお風呂に浸かります。こっちが男子でこっちが女子です。そして女子の人はリンスを流してから温泉から出ていきます。そして着替えて鍵を返して土産を買ってからお金を払ってトイレに行って帰っていきます。そして最後に私が温泉の中で工夫したところを3つ紹介したいと思います。1つ目がここの金のお皿の付け方です。金のお皿はこちらの部品でくっつけました。2つ目はこの鍵を開けているところです。最後は一番工夫したところです。ここの温泉の顔の部分はこの部品でくっつけました。ミニフィグの顔のここの穴の部分でちょうどカポッと入ったのでくっつけて入ってる様子を思い浮かべました。これで私がレゴで作った温泉の説明を終わります。